ムアンポン駅は、太陽国東北部コーン県県ポン郡にある、タイ国有鉄道東北線、北線の駅である。ムアンポン駅は、太陽国東北部コーン県県の人口8万7千人が、クラスポン郡に位置する。町のやや北側に位置し、駅の正面側は南東向きである。クルンテープ駅より 377.66km 地点に位置し、 急行列車利用で7時間程度である。二等駅であり、1日に十4本の列車が発着しその内訳は、急行3往復、快速1往復、普通3往復である。対最初の官営鉄道である、クルンテープ駅やユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した。その後当初計画のナコンダチャシーマ駅まで、 完成すると、北本線、南本線の工事が始まりしばらく、東北線の動きはなかった。北本線、南本線の完成後、東北線をウボンラーチャッターにまで延長することになり1930年4月1日に完成した。その後ようやくウドウオンターにー方面への工事が開始され、複数回の延伸開業の後1934年4月1日に、 当駅を含む高ー圏駅までの完成を見た。無安保駅構内短式ホーム一面一線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している王国の鉄路大鉄道の歴史、P25。ありがとうございます。